け取りを拒否していることから、今後扱い方を日本と協議するとしている。日韓合意締結からおよそ2年、約束はほとんど履行されないままだ。これに対し菅官房長官は、日韓合意は国と国との約束、1ミリたりとも動かす考えはないと強調。韓国側の求めに応じる考えがないことを示しているが、このニュースに関して狩矢崎翔吾さんからこんな質問が。ミサイルマン岩部が吐くのイラストとともにご覧ください。日韓合意の問題はなぜここまでこじれたんですか。一体いつになったら解決するんですか。日本が韓国に対して取るべき最良の外交はどういうものなんですか。教えてください。さあ狩矢崎さん、日韓合意は本当にどうなるのか、ね、だって2年前にもこれで解決したはずなのに、はい、なんでまた今更こうやって蒸し返して、うん、こじつけてしかなんか言いようがない、言いようがないし、ね、まあ、どうなるかっていうかもう終わってるんですけど、っていう揺るがすんじゃないの、どうなるのっていうところがすっごい、ちょっと内容の方針をやりますので、やってください。さあまずは日韓合意の見方でございます。韓国政府が慰安婦問題に関する日韓合意をめぐり新方針を発表しました。日韓関係のさらなる悪化が懸念されています。一度変化したものが再び元の状態に逆戻りできないことという意味なのだが、解決には日本が真実を認識し被害者に心